ワース軍はアメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地はシルベスターである。2000年国勢調査時の人口は2万1967人だったが、2007年の推計時には2万1285人に減った。近くの4軍とともにオールバに大都市統計地域を構成している。落下生の一大産地でピーナッツキャピタルとの異名もある。 衆議会の決議を受け、1853年12月20日に、ドゥーリー軍とアーウィン軍の一部が分離し州内106番目の軍として成立した。軍名は、ニューヨーク州出身のウィリアム・ J ・ワース・リク軍少佐に、ちなむ、1905年には、リフト軍とターナー軍が分離した。国勢調査局によると、この軍の総面積は1488平方キロで、 うち1476平方キロが陸地総面積の0.85%に当たる13平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には21967人、8106世帯、6120家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり15人で、平方マイルに換算すると39人となる。 住居数は9,086件で、1平方キロに平均6件が立っていることになる。住民のうち白人は68.69%、アフリカ系は29.57%、ネイティブアメリカンは0.36%、アジア系は0.22%、太平洋諸島系は0.01%、その他の人種は0.61%、根血は0.55%、 ヒスパニックは1.09%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド8106世帯のうち36.3%は18歳未満の子供と暮らしており、55.7%は夫婦で生活している。15.7%は未婚の女性が世帯主であり、24.5%は家族以外の住人と同居している。 21.5%が、一人未世帯で、9.0%を、独居老人の世帯が占める。一世帯あたりの平均構成人数は2.68人、家庭の平均構成人数は3.12人である。住民のうち28.6%が18歳未満の未成年、8.1%が18歳、以上24歳、以下、27.5%が25歳。 以上44歳以下23.9%が45歳以上64歳以下12.0%が65歳以上となっており平均年齢は36歳である女性100人に対して男性が92.0人いる一方18歳以上の女性100人に対しては87.8人いる 一世帯あたりの平均収入は32,384ベ米ドル、家族ごとでは38,887ベ米ドルである。男性の平均収入は31,668ベ米ドル、女性の平均収入は29,50ベ米ドルで、労働者でない人々も含めた、住民一人あたりの収入は15,856ベ米ドルとなる。 総人口の18.5%、家族の14.7%、18歳未満の子供の25.0%、及び65歳以上の高齢者の20.2%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。